そうですね、みんなパシュートにこだわって泥臭いいいチームだと、思います。キーマンとなっているのは誰ですか？そうですね、ディフェンスラインの佐岡選手、ディフェンスバックの山本浩二選手じゃないでしょうか。ちょっぴり万能型になりつつあるかなというところです。はい、これまでは何型だったんですか？ただただガチンコ型でした。はい、それに、どんな能力が加わった感じします？まあ、ちょっと下がるパスの時はちゃんと下がるというのを今学んでおります。激しいタックルを一つでも多くします。頑張ります。